どうもこんにちは、T1 スタイルズです。ようやくストーリーモードのエンディングを終わらせたわけでして、エンディング後の世界をね、楽しんでいるわけでございます。ストーリーを攻略したことで、そろそろネタバレも解禁していくかなと、ようやくいろいろとね、ネットや外部の情報を、少しだけ調べてみました。目から鱗ってことが、たくさんありまして。ストーリーをワクワク進める上ではとても楽しかった外部情報遮断だったのですが、いろいろと損してたことなどもあったなぁとかね、思ってたり。でもね、ここからいろいろとね、エンディング迎えた後も、新しい発見やまだまだたくさんやれることがあると知って、それはそれでワクワクしているんですよね。さて、今回は、エンディング後にやることができるエンドコンテンツに軽く触れながら、あの懐かしのモンスターをね、討伐していきたいと思います。ちょっとだけムービーを流しますね。この後に繋がっていくことですので。これはラスボス、アンイシュワルダを食らったネルギガンテを追っていたら、新しい島に到着したのであります。これがエンディング後のエンドコンテンツ、やり込み要素の詰まった島です。すごい。相棒。この島、古代樹の森、荒地のアリ塚、丘サンゴの大地、正気の谷が、一つになったような島なんですよね。この島、導きの地というお名前だそうで、今挙げた4つのエリアを探索し、各エリアの探索レベルを上げることで、この島でしか出現しないモンスターや、この島でしかドロップしない素材を持ったモンスターをね、討伐できるようにしていくって内容なのですよ。ざっくりと言うとね。この島でしかドロップしない素材、それがとんでもなく使用用途が多いわけでしてね。武器や防具のカスタム強化、いわばさらなる武器防具の強化に使うものが非常に多く、他にも五石のさらなる強化に使う素材なども、大体はこの島で入手しないといけないんですよね。しかもねえ、同時に複数のエリアのね、調査レベルを上げようとするとね、どこかが下がっちゃうんですよ。同時に全てのエリアのレベルを上げることってできなくて、時間がかかること請け合いです。これは友達と協力しないとすごく長い時間を使いそうなね、さすがはというべきエンドコンテンツでございます。あ、文句を言ってるわけではありませんからね。やり込むことが多いのはいいことです。長く遊べるって大事だし、そこは人によって捉え方は違うんだろうけど、私的には楽しみかなぁと。そのエリアの調査レベルを上げるには、そのエリアにいるモンスターを倒したり、そのエリアの鉱石や、骨塚から骨を採取したりすると上がるんですよね。まあそこの説明は長くなりそうなので、割愛させてもらいます。とにかく今回はね、ここ、導きの地を進めないと戦えない、あのモンスターとの戦いがメインですから。これね、この虫触った時さ、ビリってするとこだけですごくテンション上がったんですよ、私。これだけでこの後で会うモンスターが分かっちゃったんです。これ、この時点ではまだ外部のネタバレは見てなくて、私にはこれは、外部情報見る前最後の、サプライズだったんですよね。マジかー、こいつも復活するんかーって、もうね、この後出てくるであろうモンスターにね、テンションだだ上がりでした。おそらく視聴者様は、先にこの動画のサムネイルで知ってしまったり、なんなら私より先にそのことを知ってしまっている方も多いのかもしれませんが、何も情報を知らないで、初めてこれを見る私の気持ちを想像しながらね、ご覧いただけたらいいなと。
やばくないですか？人王がですよ、ライロウリュウ人王が。モンスターハンターサードの看板モンスターであり、私が最後に触れていたモンハン4には出てこなかったモンスターなので、これまた10年ぶりくらいの開口です。さっきの虫がね、ビリッとしたの。人王側体に寄生する電気を帯びた虫でね、帯電したり電気を操ったりして戦う子なんですよね。昔はよく横倒しにして虫網で虫を捕まえたっけなぁ。そんな思い出もあって、虫がビリッてするシーンだけで、私は気づいて感動しちゃいました。多分この時一緒だったフレンド、アウトブレイクさんにはさぞ騒がしいやつだと思われたことでしょう。アウトブレイクさんはモンハンワールドがモンハンデビュー作ですので、人王画のことは知らなかったのでね。私一人で舞い上がっておりました。かっこいい。やっぱみんないいなぁ、どいつもこいつもかっこいい。ただこれね、人王画のムービー挟んだからって、すぐには戦えなかったんですよ。でもさ、あんなの見たら、今すぐにでも人王画と戦いたくなるじゃない？あ、モンハンはさっぱりって方がご覧くださっていたら、この気持ちはわからないか。10年くらい前にずっと遊んでた友達に再会したような感覚と言えばいいのかな？また今度遊ぼうぜって言われて、え、今度なの？今すぐ遊ぼうよ、今度と言わずにさ、なんていう感じと言えばいいのかな？でもそれって人によって感覚は違うだろうから、一概には伝わりにくいか。ま、発売前のゲームの情報だけ見せられて、すぐにでもそれで遊びたい気持ちになった。といった感じだろうか。これ、ラスボスを倒したその後の出来事で、日にちをまたいでないんですよね。ラスボス倒すのに1時間以上かけて、それでクタクタだったんだけど。人王画に会いたかったからね、アウトブレイクさんにも無理言って、人王画探しにね、付き合ってもらっちゃったんだよねー。好奇心って怖いよねー。そして導きの地での探索をアウトブレイクさんとスタート。どうすれば人王画と戦えるかをまだこの時は調べずに遊んでいたから、いろいろ探索しました。クルルヤック倒したりドスギルオス倒したり、ついついヤック倒したり、あとはラドパルキンとかも倒したかな。その間アウトブレイクさんは、ずっと丘さんごにこもって採掘をしてたんだけど、ついに人王画を発見したと。正しくは人王画を呼び出せる状態になったと。まあそこのところは割愛で、人王画討伐に向かいたいと思います。このあたり、丘さんごのエリアに人王画を呼び出したってことだったんだけど、どこにいるのかな？いないなぁ。でもこのハテナの痕跡、これが人王画のものっぽいけど。本体はどこにいるんだ？お、いたいた、今私は確かに、人王画の姿を捉えましたよ。おひさー、超お久しぶりー。人王画さーん。会いたかったぜ、君に。どんな装備で来ようか考えてたんだけど、この導きの地では、一から装備を組むことができないからね。あらかじめマイセットに登録していた装備、レックスハウルってヘビーボーガンを、持ち出してきたよ。ストーリーモードでアンジャナフアシュの顔面をぶっ飛ばしまくってた鉄鋼榴弾メインのヘビーボーガンね。早速スタンしたぜ。これさ、前はソロプレイで使ってたんだけど、それだと弾切れとか、少し火力不足感があったんだけどね。モンスターがスタンしている間に殴ってくれる方がいる、マルチプレイの方が活躍できると思わない？
マルチで初仕様なんだけど、面白くなりそうだよね。楽しみだぜ。うむ、流れている BGM も昔の神王画のテーマのアレンジ。あの時を思い出すなぁ。二度目のスタン、アウトブレイクさんやっちゃってくれー。面白い。すでに面白い。おっと、充電を始めた。こうやって電気を充電して、帯電状態になるんだったね。帯電するとスピードも火力も増すから、危険なんだけど。昔の仕様なら、帯電中は肉質が柔らかくなって、ダメージの通りが良くなったはず。ま、鉄鋼榴弾運用だと、敵の肉質とか関係ないんだけどね。爆弾ですし。3度目のスタンいただきましたー。やっぱり鉄鋼榴弾楽しい。この時はまだ作ってなかったんだけどね。この導きの地の素材で作ることができる装備、ドラマグナって防具がさ、シリーズスキルで、砲術レベルを、通常レベル3が最大のところを、上限解放して、レベル5まで積むことができるっていう、すごく今使っている武器と相性がいい装備なんだよね。わかりやすく言えば、さらに鉄鋼榴弾、ダメージを上乗せできるというわけ。これは今後しっかり組み直したスキル構成で、鉄鋼榴弾プレイしていきたいねー。なんか神王画さん、心なしか昔よりはしゃぎっぷりが偉いことになってる気がする。私はまだ昔の知識があるから、アイスボーンでは初見とはいえ、なんとなく勝手がわかるけどさ。完全初見のアウトブレイクさんは、結構苦戦してるなぁ。電撃の追尾、さすがです。素敵な散らばりっぷりですね、はい。上から来る攻撃ってのは分かってても、この単発装填式のヘビーボーガンにまだ慣れてなくて、隙の大きさをカバーして立ち回れない。うまく使いこなせるようになりたいな、遊び道具は多い方がいい。神王画の帯電状態が終わった、今がチャンス。この隙を埋められないなぁ。もういっそ、シールド外して回避距離とか入れた方が立ち回りやすいか？またスタンしたね。こうやって横向きにゴロついているとき、背中に向けてスリンガーのネットを使うと、虫さんを捕まえることができるようです。昔虫網で捕まえた虫、今でもネットで捕まえられるんですね。まもちろん、これ初見だからね、そんなこと知らなかったんだけどね。うへへへへへ。本当によくすっ転ぶ、スタンって楽しい、鉄鋼榴弾って楽しい。モンハンワールド発売当初、断裂弾が凶悪だった。すぐに弱体化された。その後のモンハンワールドでのヘビーボーガンの人権は、正直三段、各三段運用に、集約されていたと言っても過言でない。それもアイスボーンで弱体化された。なぜ PVE のゲームで弱体化なんてするんだよ。そんなんするんだったらバランス取るためにも、他のもの強化しろよって思ってたんだけど、強化されたんですねー。鉄鋼榴弾。
前作でも鉄鋼榴弾プレイ、ドラマグダラオスのヘビーボーガンで楽しんでたんですけどね。アイスボーンでこれだけ楽しく使いやすくなってるとは思わなかった。頼むよカプコンさん、もうナーフとかしないでくれよ。それするぐらいなら、もっと強い敵出すとかでバランス取ってくれ。あ、強い敵といえば、今後も配信されるんですね、新モンスター。エンディング後に外部情報を解禁して初めて知ったよ。まだまだ始まったばかり、これから楽しみだよねー。再び帯電、いやかっこいい。怖いけど可愛いお手の連続。よくできましたー。よだれだらだら、疲れてますね。これね、鉄鋼榴弾は、相手のスタミナも奪いやすいからね、こういう恩恵も大きいぜ。ちょっと確認しづらいけど、ジンオーガがいっぱい落とし物落としてます。導きの地のモンスターは、通常よりもたくさん落とし物をドロップし、そこからは導きの地でしか手に入らない素材をドロップするので、積極的に拾っていきましょうって感じかな。落とし物を増やすためには、V 破壊や、クラッチクローで顔面張り付きからのスリンガーぶっ放しで壁激突させるなど、狙っていきたいね。ちなみにここで使っている弾は残裂弾、張り付いてからしばらくの後、切断属性のダメージが入る弾です。レックスハウルは、この残裂弾も単発装填で撃てるんですよね。頼もしい。ラージャンかお前は、そんな攻撃昔したっけか？トライ G とかでやってたんだっけ？正直ジンオーガ、黒い足個体はよく戦ってたんだけど、こっちの通常種の印象が薄いんだよね。当時もナルガクルガが一番好きだったから、ジンオーガの印象がちょっと薄め。あ、出た出た、みなぎる雷電角、これが導きの地のジンオーガしか落とさない素材ね。龍脈の合流骨も、導きの地でしか手に入らない。ちょっと避ける、防ぐって行動がおろそかですな。もうすぐ勝てると思ってイケイケどんどんになってるのと、この時すでにかなりの時間モンハンをプレイしていて、集中力が切れてきてたのかも。再び鉄鋼弾に切り替えるか、結局今のスキル構成だと、残裂弾より鉄鋼榴弾の方がダメ取れそうだし。いやほんと、面白いぐらいスタンできるねー。これは病みつきになりそうだ。そういえばこのボウガン、通常弾レベル3も単発装填できるみたい。スタンしている間は鉄鋼榴弾を撃つのもったいないから、その時間の有効活用ができるようにもしていきたいよね。そうすればソロでも、弾切れしなくなるし。まあそこが課題かなー。あらあら可愛い声出しちゃってジンオーガさん、完全にワンちゃんですね。これで眠るようだ、生け捕りにしよう。導きの地以外でジンオーガと戦うためには、ジンオーガを捕獲して連れ帰る必要があります。するとフリークエストに、特殊競技場でのジンオーガ討伐クエストが出てね。そのクエストを達成することで、丘珊瑚の大地などで調査レポートを出した時にね、ジンオーガ調査クエストが出てくるという流れです。無事捕獲、お疲れ様でしたー。今回使っていた武器は、レックスハウルかいってヘビーボーガン。ごめん、この時使ってた装備は、記録に残してなかったから、お見せすることができないんだよね。これと同じ運用が、ラスボスの素材から作れるヘビーボーガンでもできてね。今はそれを使い始めています。またそのうち鉄鋼榴弾ヘビーボーガンでの動画を出したいと思っているので、今回はこれにて終撃でございます。最後までご視聴、ありがとうございました。次回も導きの地の新モンスター、お届けしていきたいと思います。ではでは。まったねー。